私はパニコ、27歳。うちの家族パニ家で経営するパニックカンパニーという会社で働いています。パニックカンパニーは私の母方の曽祖父が立ち上げた会社です。曽祖父は90歳を超えても現役バリバリの社長。父のパニオは副社長です。私は高校卒業後パニックカンパニーに就職。現在社長である曽祖父の秘書になりました。その前は母のパニカーが社長秘書をやっていたんですが、私が引き継いだのを機に母はパートになったのよね。社長秘書っていろいろ大変なこともあるけど、何かあった時は力になるから私に相談しな。うん、ありがとう。母はとっても面倒見がいいんです。うちの会社大学生のアルバイトを多く雇っているんだけど、バイトの皆さんからもめちゃくちゃ慕われているのよ。だけど曽祖父は正直部下からの評判があまり良くありませんでした。家族に対してはそうでもないけど、曽祖父は超がつく学歴至上主義者で、学歴で相手への態度を変えるような人だったからね。昔からの古い考えが抜けきれず、未だに男は偉いって思ってるしね。ちなみにね、実は私も曽祖父が苦手だって。昔から私の弟のミキオをめちゃくちゃひいきしていたんですもの。曽祖父に、お姉ちゃんなんだからミキオに譲ってあげなさい、お前は女だから我慢しなさいとよく言われて、いろいろなものをミキオに横取りされていたわ。あ、ミキオ、それ私のプリンでしょ。何勝手に封を開けようとしてるの。食べないで。何度人のもの勝手に食べるなって言ったらわかるの。うるせえ、俺が食べたいと思ったものは全部俺のものだ。んなわけないでしょ、返しなさい。いやだ。ダメ、返せ。いやって言ってんだろうが。ひいじいちゃん、姉ちゃんが意地悪する。あ、こら、たくもう、あいつ、ひいおじいちゃんにすがれば何でも自分の思い通りになると思って。ひいおじいちゃんは近所に住んでいたんだけど、末っ子のミキオが可愛いからってうちによく顔を出していました。この時も結局私のプリンはミキオが食べることになったのよ。さて、そんな曽祖父の秘書をやることになった私、不安な面も大きかったけど、母がいてくれるからきっと大丈夫。本人の前では言えないけど、年齢から見て体力的に曽祖父が現役で社長をやっていられるのもあとわずかでしょうしね。ただ後にとんでもないことが起こったんです。それについて話すには、弟のミキオについてもうちょっといろいろ説明しておかないといけないわ。曽祖父に甘やかされたミキオがちゃんとした大人に成長するわけがなく、ミキオは家で暴言を吐き、外でも人様に迷惑をかけていました。うるせえ、人のやることに干渉すんな、おばさん。ほら、母親をおばさんって呼ぶなっていつも言ってるだろうか。それに高校生の息子が回転寿司屋で暴れて店員さんに迷惑をかけたって聞いて叱らない母親がどこにいるんだい。当時のミキオは高校生。曽祖父のお金でミキオはセレブが通う学校に通っていました。ちなみに母は中卒でパニックカンパニーに入社し、父は母と結婚後、高卒で入社した別の会社を辞めて再就職しました。学歴至上主義者のひいおじいちゃんは、可愛いミキオだけにはちゃんとした学校に通わせて大学も行かせたかったそうです。説教なんて聞いてられっか。低学歴のお前なんて母親と思ってねえんだっつーの。低学歴が生きがってんじゃねえよ。なんだって。ふん、俺は事実を言っただけだぞ。文句があるなら俺に追いついてからにしろよ、この低能が。うちの両親がミキオをたびたび怒っても、曽祖父が絶対に味方してくれるって分かってるもんだから、こいつ全然言うことを聞こうとしないの。親も社会も何もかも舐めてるのよね。あちこちで勝手なことして人様に迷惑をかけるだけじゃなくて、同級生と揉め事を起こすこともしょっちゅうでね。ああ、私あの子の育て方を間違えたんね。
いやいや、お父さんもお母さんもちゃんとしてるってば。みきおがああなっちゃったのは絶対ひいおじいちゃんのせいよ。で、あら電話だ。もしもし、山田さん、元気してる？え、今度みんなで食事に行かないかって。いいね、みんなの近況報告聞きたいし。あー、でもちょっと待って。ねえパニッコ、今度の金曜日外食してきてもいいかい？ご飯の支度任せることになっちゃうけど。もちろんいいよ。山田さんって前にうちの会社でバイトしてた大学生？そうそう、今は社会人だけどね。相変わらずお母さんは慕われてるね。いつもみきおのことでストレス抱えているだろうし、母も気分転換させてあげないとね。それにしてもみきおは本当に迷惑なやつで、高校卒業後また曽祖父がお金を出して大学に行ったものの、突然俺は将来芸能人になるんだって言い始めてね。芸能人になるために何か努力をしている素振りも一切ないし、毎日曽祖父のお金で遊び歩いて、みきおはダメ人間まっしぐらの日々を送っていました。しかも学歴至上主義者の曽祖父の嫌な影響をしっかり受けちゃったのよ。あんたそろそろちゃんとしなさい。ひいおじいちゃんのお金にばかり頼ってないでバイトでもしたらどうだい？あ、うっせえな、中卒が指図すんじゃねえよ。ああ、こんな低学歴一家と一緒に住みたくねえな。エリート大学に行ってる俺とこいつらを一緒にされたくねえし。いいか、外で俺と家族だなんて絶対に言うなよ、恥ずかしいから。母がお説教するたびに、中卒だの低学歴だの母を見下すみきお。私のことも高卒の低能女だって言って笑ってましたよ。そして間もなくみきおは曽祖父に頼んでマンションを借り、本当に我が家を出ていきました。引っ越しの日、母がみきおにこんなことを言ったの。みきお、今まではあんたを外に出したらよそ様に迷惑がかかるだろうと思って、監視の意味も込めてあんたを家に置いてたけど、あんたのためにも私もお父さんもあんたと一旦縁を切ろうと思うんだ。あ？いいおじいちゃんがいるから望みは薄いけど、縁を切ったら家族のありがたみってのがわかるかもしれないしね。あんたが更生するまで実家の敷居はまたがせないよ。んだと？こっちだってな、てめえらと家族なんざこれ以上やりたくねえってんだよ。俺様に偉そうな態度取りやがって、覚えてろよ。ちょっといい加減にしなさいよみきお、お母さんに謝りなさい。あんたいずれ後悔するわよ。お母さんはあんたのためを思って。後悔？その言葉そっくりそのまま返すわ。俺に立てついて後悔するのは姉ちゃんの方だからな。今俺の復讐リストに姉ちゃんの名前が刻まれたわ。吐き捨てるようにそう言うと、みきおは荷物を持って玄関を出て行きました。それから約7年後、元気だった曽祖父が病気で倒れ入院、なんとそのまま逝去してしまったんです。会社の今後がどうなってしまうのか心配だったんですが、曽祖父が遺言書を残していたことが判明しました。家庭裁判所で開封することになり、みきおも立ち会うことになったんですが、遺言書にとんでもないことが書かれていたんです。え？パニックカンパニーの社長はみきおに任せることにするって冗談でしょ？みきおはバイトもしたことがない25歳の世間知らずです。しかもその時会社は業績がぐんぐん伸びていた時で、めちゃくちゃ大事な時期でした。いくらひいおじいちゃんがみきおを溺愛していたからって、あまりに会社のみんなのことを考えてなさすぎる。実は俺ひいじいちゃんと約束してたんだよな、俺を社長にしてくれってさ。さすがひいじいちゃんだぜ、俺の言うことなんでも聞いてくれるんだもんな。イケメン社長として雑誌にバンバン載って、そのうちテレビの取材とか受けて、俺も芸能人の仲間入りだぜ。みきおだけに会社を任せていたら他の社員さんたちが路頭に迷っちゃう。そんなことは絶対にさせない。というわけで、私も両親も仕事をサボって社長室でゲームをしているみきおを横目に、とにかく働きまくっていたの。まあみきおが仕事に真面目に取り組むとは思っていませんでしたから、ここまでは想定の範囲内でした。
でもね、うちの会社が大成長を遂げ一流企業になった途端、ミキオがとんでもないことを言い出したのよ。おい、お前、今日でクビだから。は？あ、ちょっと、何言い出すのよ、突然。中卒のパートは一流企業から出ていけ。毎日ブーブーうるさいし、低学歴のやつは目障りなんだよ。実は、私と父は諦めてミキオを放置していたんだけど、母は優しいのよね。過去に絶縁宣言したのに、なお息子の将来を思って仕事をサボるミキオをずっと叱り続けていたんです。それがミキオには我慢ならなかったんでしょう。ミキオ、あんたそんなことしてただじゃ済まないわよ。うるせえ、これは社長命令だ。言っておくが、母親ずらして俺に立てついてたこいつを始末した後は姉ちゃんだからな。俺言ってよな、後悔するのは姉ちゃんだって。こいつ、母がいなくなったらどうなるかってこと全然分かってないんだから。まあいいや、私はこいつがどんな目にあっても知らない。せいぜい叱るべき罰を受けることね。そっかい、あんたにはもう失望したよ。ああ、こんなんでも息子だからね、情けをかけてやっていたけど、こりゃもうダメだ。ちょうど会社がどうにかなっても他の社員の皆さんにご迷惑をかけない手はずも整ったところだし。会社がどうにかなる？潰れるって言ってんのか。意味わかんねえだろうが。パート一人がいなくなったところで会社は潰れねえっての。母が今言った手はずについて私は数日前に聞かされていました。そして母はお世話になりました、それだけ言って会社にあった私物を詰めたスーツケースを転がしながらパニックカンパニーを去っていきました。その翌日、私と父は揃ってミキオに退職願を提出。会社を辞めさせてもらいます。私とお父さんだけじゃなくて他の社員もみんなすぐに辞めると思うわよ。みんな仕事を舐めてるあんたにはついていけないから辞めたいって言ってるしね。あ、姉ちゃん何言ってんだよ。そんな簡単にみんな揃って会社を辞められるわけないだろ。みんな家庭とか生活があるんだからさ。ま、この会社で姉ちゃんと父さんだけが大学も行っていない低学歴だし、うちの会社の平均知能を著しく下げてる二人が消えてくれて何よりだ。というわけで私と父も会社を去ったんです。だけどその翌日の夕方、おや、ミキオから電話だ。そろそろ来るとは思ったけどね。そうだね。はい、もしもし。おい、戻ってこい。母が電話に出た瞬間、ミキオの声がスマホから聞こえてきました。どうしたんだいミキオ、そんなに慌てて。会社が大変なんだよ。社員が全員揃って今日俺に退職願いを出してきやがったんだ。どういうことだよこれは。実は母はすでに他の社員たちが会社をすんなり辞められるようにみんなの再就職先を見つけていたの。その再就職先が過去にパニックカンパニーでアルバイトしていた山田さんが立ち上げた会社。山田さんの会社はめちゃくちゃ大手。母はミキオが社長になった時点で会社が潰れるかもしれないと心配していたんですが、部下の皆さんに迷惑をかけられない、何かあった時は山田さんの会社でみんなの面倒を見てくれないかって山田さんに相談していたんです。その際に山田さんは、わかりました、会社が倒産した時はパニカーさんもうちの会社に来てください、娘さんも旦那さんもぜひと言ってくださったんだって。昨日部下全員にまとめてその旨を連絡したとのこと。というわけでみんな一斉にミキオに退職願いを出しちゃったってわけ。ちなみに、しかも取引先が全部契約を打ち切りにしろって言ってきたんだ。パニカーがいないなら契約はなしだって。パニカーが辞めるなんて話が違うって。どうしよう、これじゃ会社が潰れちまうじゃないかよ。そうなのよ、うちの取引先って全部母が取ってきた契約って言っても過言ではないの。すべての取引先の会社の社長が過去にうちでバイトしていたか社員として働いていた超高学歴な人たちばかりでね、起業したり親の会社を継いだりしたその人たちが一人前になって最初に連絡してきたのは母でした。パニカーさんの力になりたい、パニックカンパニーとぜひ取引させてくれって言ってくれる人がほとんどでね。ほんと
うちの母はすごい人です。お願いでお母さん、俺改心するからさ、戻ってきてくれよ。戻ってきたら取引先も契約続行してくれるらしいんだ。そしたらなんとかなる。それにひいじいちゃんが亡くなった今、俺は働く場所がないと収入がなくて生活できない。どうにかしてくれよ。あらあら、情けない声出しちゃって。だけど私はもうあんたのことは絶対に助けないって決めたんだ。え？あんたにはほとほと呆れたんだよ。それにもう新しい働き口は見つかってるんだ。そんな許してくれよ。俺は息子だろ。あんた私のこと家族じゃないって言ったじゃないか。一人で勝手になんとかしな。甘ったれてんじゃないよ。嘘だろ。母は涼しい顔をしながら問答無用で電話を切っていました。その後なんとかみきおは一人で頑張っていたみたいですが、翌月に会社は倒産。当然の結果よね。あいつ経営に関して何の知識もないんだから。みきおはとんでもない額の借金を背負っちゃいました。我が家に助けを求めに来たみきおでしたが、我々家族はすでに山田さんの会社の社宅にお引っ越し済みだったの。引っ越そうと言い出したのは母です。みきおに相当ブチギレていたみたいで、みきおと徹底的に縁を切りたかったんだって。曽祖父のお金で高級マンションに暮らしていたみきおは、家賃が支払えなくなってマンションを出ていくことになりました。住み込みの仕事を探し、なんとか見つけて働き出したものの、どこで雇われても使い物にならないのですぐにクビ。公園で野宿していたみたいだけど、体調を崩して耐えきれなくなり、みきおは闇金に走りました。まあでもそういう金融会社ですから暴利だし返済できなくなって、現在みきおは治安の悪い国でお仕事をしているみたい。悲惨な毎日を送っているでしょうが、全部自業自得ですね。さて一方の私はというと、山田さんの会社で働きながら充実した毎日を送っています。両親も私もなんと以前よりお給料がいいの。元パニックカンパニーの他の社員の皆さんも山田さんの会社で仕事するのは楽しいみたい。この間母とこんな話をしたんです。そうだ、今度会社の人たちとバードウォッチングに行こうって話になったんだ。へえ、暖かくなってきた時期だし気持ちよさそう。娘さんと旦那さんもどうですかって言われたし、どうだい一緒に。え、いいの？ああ、みんな大歓迎だって。やったー、じゃあ望遠鏡買わないと。写真はスマホで撮ろうかな。バードウォッチング当日、母の頭に可愛い目白が止まってね、とっても微笑ましいいい写真が撮れました。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。